こんにちは、市役所です。今回は土砂災害防止月間について管理課の加藤大樹さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎年6月1日から30日までの1ヶ月間は土砂災害防止月間ということですが、どのような内容なんでしょうか？去年の8月には暖かく湿った空気が流れ込んだため、断続的に猛烈な雨が降り、豪雨による土砂災害が中部地方を中心に発生しました。土砂災害から人命を守るためには危険箇所の把握や異常察知などについて市民の皆さんに関心と理解を深めていただくことが大切です。こうしたことから滋賀県では毎年6月1日から30日までを土砂災害防止月間、また6月1日から7日までを崖崩れ防災週間と定め、取り組みを行います。なるほど。具体的にどのような取り組みをされるんでしょうか？月間中は土砂災害防止法に関する講演会の開催や絵画作文の募集、全国統一防災訓練や情報伝達訓練の実施、土砂災害危険箇所のパトロールなどを行います。その他、年間を通して砂防出前講座の開催、土砂災害防止法に基づく警戒区域及び特別警戒区域に関する調査・指定を行い、土砂災害の防止に努めます。はい、いろんな催しや啓発などをされるということなんですね。先ほど土砂災害防止法に基づく警戒区域などの指定というお話が出ましたが、こちらについてもう少し詳しく教えてください。土砂災害防止法に基づく警戒区域などの指定は、県内では令和6年3月31日時点でおよそ6000箇所の警戒区域の指定があり、そのうち東近江市では355箇所が指定されています。はい、市内でもたくさんの危険箇所があるんですね。この時期は梅雨や台風などの大雨が心配ですが、どんなことに気をつければいいんでしょうか？テレビやラジオなどの気象情報や土砂災害警戒情報に注意して、注意報や警報が発令されたらいつでも避難できるようにしておいてください。土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険性が高まったとき、気象台と県から共同発表されます。また土砂災害の前兆現象にも注意し、危険を感じたらすぐに避難してください。東近江市では防災マップを作成し、各戸に配布をしています。この防災マップは、市内で想定される地震や水害、土砂災害などの自然災害についてまとめたものです。防災マップを参考にして、危険箇所はどこか、避難場所はどこか、またいざという時のためにどの道を通って避難すればよいかなど、ご家族で日頃から準備をしておくことが大切です。最新の防災マップ情報は東近江市ホームページにも掲載していますので、確認してください。わかりました。普段から災害への準備と心がけが大切ですね。はい、そうですね。土砂災害は私たちの身近で起こるかもしれないという認識を持つことが、早急な避難につながり、被害拡大を防ぐことにつながります。土砂災害に対する市民の意識を高めて、避難体制などを充実していくことが大切になってくると考えております。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。普段から災害を身近な問題として考えてもらうこと、そして知ってもらうことは本当に大切ですよね。今回は土砂災害防止月間について加藤さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。